島県立医科大学の遠藤です。本日は一日一度100回突破記念として福島ファイヤーボーンズとのコラボ企画をお送りします。本日ご協力いただくのは山内選手と玉木選手です。まずお二人に自己紹介いただきます。はい、福島ファイヤーボーンズ背番号11番の山内翼です。今日はいいお手本となるように頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次玉木選手です。はい、福島ファイヤーボーンズ15番の玉木翔吾です。今日は元気に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は肩周り、背中、そして股関節の運動を一緒にやっていきたいと思います。背中には脊柱という背骨の構造があり、そこに肩甲骨があります。そして股関節が土台となっております。普段の生活であまり動かさなかったり、年を重ねてくると硬くなって動きにくくなってきます。そうすると姿勢が悪くなったり痛みの原因となることがありますので、本日はストレッチ、そして、よく動くような運動をご紹介していきたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。1つ目は胸の前、そして脇の下のストレッチをしていきたいと思います。まず最初の姿勢はこのように四つ這いの姿勢から始めていきます。次に自分の顔の前に肘、両肘をつけていきます。はい、この姿勢からお尻を足の方に下げていって、胸が床に近づくように下ろしていきます。このままゆっくり30秒伸ばしていきます。はい、お二人ともいい姿勢でできています。山内選手、今どこが伸びてますか？はい、今はここの脇の下が伸びてます。そうですね、今のように脇の下が伸びていればよくうまくできていますので、そこを感じながらゆっくり30秒伸ばしてみましょう。はい、ではゆっくり元の姿勢に戻ってください。はい、では四つ這いに戻ります。体をひねって肩から腰まで伸ばしていくストレッチをしていきたいと思います。まず初めの姿勢はこのように四つ這いの姿勢から始めていきます。ここから片方の手をもう一つの手の下を通して体をひねっていきます。でなるべく遠くに遠くに持っていくようにするとより伸びていくと思います。この時に体がしっかりひねるように意識をしてください。玉木選手、今どこが伸びてますか？はい、伸ばしてる方の手の肩から腰にかけてがすごく伸びてて気持ちいいです。そうですね、今で言うとこの腰から肩までですね、ここがしっかり伸びているとよくできていますので、ここを意識しながらゆっくり30秒伸ばしてみましょう。はい、で30秒できましたらまた手を入れ替えて反対側もやってみます。ではまず1回ゆっくり元の姿勢に戻ってください。四つ這いで体のひねりの運動、体幹回旋の運動をしていきたいと思います。今度はストレッチというよりも体をよく動くような意識でやっていきたいと思います。まず初めの姿勢はこのように四つ這いから始めていきます。そこから片方の手を頭の上に持っていきます。はい、そうですね、そしたらここから運動を始めていきますが、最初、手をついている側の方に体をひねってぐーっと内側に、そうです、ゆっくり縮めていきます。そこから今度は肘を高く天井の方に持ち上げていってください。胸を開いていきます。そうですね、いい姿勢です。はい、そしたらもう一回やってみますね。もう一回下にぐーっと回していきましょう。はい、いいです、いいです。その時にしっかりこの背骨がねじれているのを意識してください。ではもう一回肘をぐーっと高く上げて天井の方に開いていってください。そうです、しっかり胸を開けるように肘がまっすぐ天井に上がるように意識してください。はい、 OK、 いいですね。じゃあ元の姿勢に戻りましょう。四つ這いまで戻ります。
ボールを使って体をひねる運動をしていきたいと思います。普段ご自宅で運動する場合はボールではなくてもクッション等で運動していただければと思います。はい、ではまず初めの姿勢は膝を立てて体育座りのような姿勢をとってください。そこからボールを持って肘をまっすぐ伸ばします。はい、そうですね。ここからボールを横に持っていってお尻の横にボールを置くようなイメージで運動してください。この時にしっかり腰から、背中までひねることを意識していきましょう。はい、そしたらもう一回真ん中に戻します。そうですね、お二人のようにしっかり肘が伸びているといいです。この反対に回していきます。はい、 OK です。では真ん中に戻してください。これを繰り返していきます。もう一回繰り返してみましょう。じゃあ右に回してなるべく遠くに持っていくように意識してください。はい、では真ん中に戻します。はい、では反対です。はい、 OK、 いいですね。はい、では真ん中に戻してください。立った状態で股関節、腰、背骨までひねっていく運動をしていきたいと思います。まず最初の姿勢は足を肩幅より少し開いた姿勢をとってください。はい、そうですね。そこから少しお尻を落としてスクワットの姿勢をとっていきます。そうですね、この時に膝が足より前に出ないように、そして、股関節もしっかりまっすぐ伸びて腰も反りすぎないように注意をしてください。はい、ではここからボールを前に出して肘を伸ばしていきます。はい、ではここからボールを横に動かすように体をひねっていきましょう。そうですね、この時に、背骨だけではなくて股関節もしっかりひねるように意識をしてください。はい、ではこの反対に動かしていきます。はい、ではもう一回反対に動かしてください。はい、では右に回します。そうですね、どうですか山内選手、このスクワットの姿勢をキープするのはとてもきついです。そうですね、ですので、膝が痛かったり腰が痛い人は、しゃがみを少し少なくして立った姿勢でやっていただけるといいかなと思います。はい、では真ん中に戻ってください。はい、 OK です。足を一歩踏み出した姿勢で股関節、体幹までを曲げて伸ばしていく運動をしていきたいと思います。まず最初立っている姿勢から足を一歩、左足を前に一歩踏み出してください。そうですね、はい、ではこの姿勢からボールを持っている手を前に伸ばしていきます。はい、でここからボールを前の足の下、前ですねにつけるように体全体を丸めていきましょう。はい、この時に股関節、背中周り全部こうぐーっと丸まっていくように意識をしてください。でここからこの体を起こして体を伸ばしていきます。そうですね、玉木選手どうですか。はい、ここの前の股関節がとても伸びてすごいいい運動ですね。そうですね、今は背中だけではなくて股関節の前側もしっかり伸びていくといい運動になっていると思います。ではもう一回行ってみましょう。前に倒してください。そうです、しっかり体を丸めていきます。はい、じゃあここから上に起こしていきましょう。しっかり股関節まで伸ばしていきます。はい、 OK です。ではボールを前に戻して足も戻してください。はい、 OK です。運動は以上になります。ぜひ皆さんもご家庭で運動を続けてみてください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、せーの、よろしくお願いします。